やばい。嘘でしょ。あそこの人死んだんじゃないですか。だってあそこの白いライト人なんて見れたんですけど、マジか。うわ。新婚旅行で世界一周94カ国目の中米の国グアテマラに滞在中の私たち。前回グアテマラの古都アンティグアを街歩き、日本人宿に泊まったら久しぶりに日本人の旅人に出会えて、マーケットやカフェでいつもとはまた違う楽しい思い出がいっぱいできました。今回はそのアンティグアの近郊にある火山の噴火が見れるスポット、アカテナンゴに行ってきます。宿で出会った世界一周中のご夫婦スマイリートリップのアーキーさんとアイカさんのお二人と一緒に火山ツアーに参加。本当に楽しい思い出がたくさんできたのですが、まさかまさかの展開になってしまいました。どうもこんにちは、三つ星トリップです。今日はめちゃくちゃ久しぶりに実はリアルタイムで動画を撮影しています。っていうのもね、ちょっと訳があってね。そうなんですよ。実は僕ら Vlog のデータを失ってしまいまして、で今回あのアカテナンゴの火山ツアーっていう一番グアテマラで楽しかったところを今回 Vlog で紹介する予定だったんですけど、そこのデータが丸々なくなっちゃったんですよね。ただ Vlog 用にうちらが自分たちで撮ってる動画がなくなっちゃっただけで、大輔が撮ってる綺麗な動画とか、あとドローンの映像とかもあるんだよね。まあ、なんで今日はちょっとまあこういう思い出を振り返るテイストで、あと残ってる映像をつなげながら、まあアカテナンゴっていう火山ツアーめちゃくちゃ楽しかったんで、その思い出を振り返っていこうと思います。でこのツアーはアカテナンゴ火山ツアーっていうんですけど、火山の噴火を間近で見れるツアーになってます。でアンティグアの町から1泊2日で行けるツアーなんですけど、実は別にアカテナンゴ山が噴火してるわけじゃないんだよね。そう実はそのアカテナンゴっていうのはあくまで見るポイントで、実際に噴火するのはフエゴ山っていうところなんですよ。でそこの噴火がマジで大迫力なんだよね。でだから隣にあるアカテナンゴの山からフエゴ山をすごい近くで見えるんですけど、山のシルエットを見ながらマグマがバーンって上がるとこが見えるから興奮するんだよね。そう、まあ、なんで今日はそこのツアーに、まあ、キャンプっていう形で1泊2日のツアーに参加してきたんで、今からその様子をちょっと振り返っていこうと思います。で実際登り始めたら結構ここもしんどかったんだよね。しんどかった。息が上がるし、あと本当だったら道中の景色とかを楽しめたかもしれないんですけど、私たちが行った時ちょっと曇ってたんだよね。そう、それな。そう、結構ここでってあの曇ってると全然もう噴火が見えないって言われてるんですよ。だから天気がすごい大事だったから、もう登り始めから曇天だったから本当に見れるのかなと思いながら登ったよね。結局 4,5 時間でキャンプサイトに到着したよね。そうで実際にそのキャンプサイトに着いたら、そこのキャンプの結構しっかりしてたんだよね、テントが。中にシートがいっぱい引いてあって、なんかもうちゃんとふかふかしててそのまま寝られるっていう感じなんですよね。そう中のキャンプのベッドマットをわざわざ下から運んできてたんだよね。ね、めちゃくちゃもう荷物なくてもきつかったのに、普通の本当にこんな厚みのあるマットをこう担いでやってきてびっくりしたよね。いやすごかったよね、びっくりした本当に。しかも防寒着とか寝袋までしっかり用意されてて結構快適だったよね。寒さも夜もそんなに感じなかったから結構良かったよね。そうで着いたらいきなり晴れ始めて、その目の前に山が見えたんだよね。でしたらいきなりドガーンって音鳴って、本当に噴煙みたいなのが出て、あれがフエゴ山なんだってあそこで初めて俺気づいた。なんかそれまでは本当にどれが噴火するんだろうとか思って、大輔なんて自分が登る山が噴火するんじゃないかと思ってたから、そう俺アカテナンゴが噴火すると思ってた。相変わらず知識ゼロで登ってんだけど。それであの初めてそこで噴火するのを見た時に、こんな近くで見れるんだと思って、それも驚いたよね。でどんどんあの日が陰っていくと、その今までは噴火だったやつが少しずつその赤く見えてきたんだよね。そう夕方になってきたら赤いマグマがちらつき始めるっていうか、そう少しずつ噴火してる山頂が何か真っ赤なものが見えてくるっていう、あのワクワク感すごかったよね。しかもなんといってもちょうど夕日時だったんだよね。めちゃくちゃ綺麗なサンセットを見ながらその噴火を見ていくっていうのが、この工程どんどん綺麗になっていくっていう感じがやっぱたまらない絶景だったの。
なんかマジックアワーみたいな感じだったしさ、ね、雲海もあったりさ、めっちゃ綺麗だったよね、うん、本当。いやー、あの景色は本当にすごかったね、うん、なんかあんだけワクワクして夕日を見るのってなかなかなかったなって思う、うん、で噴火自体は15分に1回くらいは結構してて、うん、だから私たちが期待してたよりかやっぱりバン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 噴火していっぱい見れたよね。ね、あんなに活発なんだと思って驚いた。ね。で実際あのフエゴ山って本当に大爆発がたまに起こるらしくて、2018年には死者200人ぐらい発生するような大噴火があったらしいんですよ、うん、で4000人ぐらい付近の村の人も避難するような大災害が起きたみたいなんで、だからやっぱりツアーとかでしっかりしたガイドさんと共に行くのがまあ安全なのかなって思った。このツアーは一応3食ご飯がついてて、1日目のお昼と夜と2日目の朝ごはん、うん、であともう一つ私たちがツアーの予約の時にお願いしたことがあって、ホットチョコレートをつけてもらいました。そう、これが赤手南湖名物なんだよね。うんうん、結構やっぱ山の山頂の方なんで寒いんだよね。うんうん、で夜にそのキャンプファイヤーしながらホットチョコレートを飲むっていうのがかなり至福のひとときだったよね。しかも普通のホットチョコレートじゃなくて、結構南米のホットチョコレートってシナモンとかスパイスが効いてる感じで、うん、本当に美味しいんだよね。そうそうそう、しかもあのその日満月だったんですよ。だから月がめちゃめちゃ綺麗で、うん、なんか一方では火山が噴火するところも見えてるし、あともう一個綺麗な山も見えてるし、満月も綺麗だしって言って、もう見るところがいっぱいありすぎて大忙しだったよね。そうで、しかもその赤手南湖は結構高いところにあるんで、下を見るとアンティグアの街が見えるんですよ、うんうん、で夜景で結構綺麗だったよね、それも、うん、近くの街とかもちょっとライトが見えてすっごい綺麗だったね。だからその夕日の時間もかなり綺麗で、その一面の街がどんどん赤く染まっていって、富士山みたいな綺麗な形の山も真っ赤に染まってて、めちゃくちゃ綺麗だったよね。うん、綺麗だった。うわー、すごい、で夜になるとオプショナルツアーみたいな感じでお金を追加して払うと、その本当に火山の近くのところまで登れるっていうのがあるんだよね。そうそう、で素人目だけどさ、一回すっごい大きなやつあったよね。ね、びっくりした。俺あれちゃんと自分のカメラで撮れてなかったんだけど、突発的すぎてものすごいでかかったよね。ね、うわー、すげえ。うわあ、やばー、やばい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 。嘘でしょ、あそこの人死んだんじゃないですか。確かに、めっちゃ逃げないと。だってあそこの白いライト人なんて見れたんですけど、マジか。うわあ、マジか、無理してるか。うわ、マジか、やばかった。こんな下までマグマ行くんですね。やば、うわ、やば、ビビった今。ちょっと怖かったね今。感動っていうレベルを超えてきた。ちょっと恐怖を感じた。で次の日の朝4時発で朝日と噴火を見るツアーっていう感じで山をさらに登るんで、結構みんな早く寝るんだよね。そうそう、なんだけど大輔はすごい夜まで撮ってたんだよね。そう、多分ね12時過ぎ1時ぐらいまで起きてずっと噴火見てたから、うんうんうん、やっぱこんなに噴火を見れる時ってやっぱ人生で今までなかったから、うん、噴火をねしっかりね映像で収めたかったんだよね、うんうんうん、だからもう限界まで撮りたかったんだけど、うん、翌朝分のバッテリーをちょっと考えないといけなかったから、うんうん、あれバッテリーが無限にあったら俺夜中徹夜してずっと撮り続けてたかもしれない。あとはさ、キャンプファイヤーの日がさ明日分もいるからこれまでにしろよってガイドさんに止められちゃって言われたね、確かに。やっぱキャンプファイヤーないと寒くて起きてられないから、 そうそうそう、それがリミットだったよね。そうだね、いやでもやっぱそれぐらい見応えがあったね、うん。で翌朝朝3時半ぐらいにみんな起きて支度して朝日見に行くツアーに参加するんですけど、あれがめちゃめちゃ過酷だったよね。ね、
私ももうちょっと登ったら結構見れるのかなって思ってたら、思ってるよりか3倍くらいトレッキングが長かった、1時間半から2時間ぐらい多分登ってたよね。で、しかもめっちゃ急なんですよ。そう、しかもなんかすごい砂利っぽくて歩きにくいし、標高高いから息がめっちゃ上がっちゃって、うん、本当に結構辛かったし、朝日間に合わないんじゃないかとちょっと心配した。そうそう、いやそれで本当ヘッドライトを頼りに、うん、まあ、どん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 進んでいって、うん、なんとか日の出前に到着することができたんだよね、うん、でも到着したら本当にいきなり景色が開けてめちゃくちゃ綺麗だったよね、うん、いやすごかったよね、うん、よかったこの綺麗なの見れてね。えよかったね、ギリギリ綺麗な景色間に合ったんじゃない。めっちゃ綺麗だもんね今も。もうすぐサンライズです。めちゃくちゃ綺麗。そしてこっちの右に見えてるのがずっとずっと噴火してる火山です。めっちゃ近い。しかもねちょっとマグマが見えそうな感じだったよね。そう、まだね薄暗いから、うん、結構噴火したら赤いのが見えるんだよね、うん、で本当に朝日が昇ったらまたそれがすっごい綺麗だよね、うん、本当にすごい南米の中の朝日の中で結構感動したランキング上位だと思う。いや確かにね、うん、あの朝日の上がり方すごかったよね、うん、ブワーって登ってきて、うん、めちゃくちゃ一気に明るくなって、うん、でそれであのフエゴ山も照らされていくっていう、うんうん、しかもねまた雲海がいい仕事しててね、めっちゃ綺麗だったよね。そうだね、あれはめちゃめちゃ綺麗だったね、うん、でもやっぱり噴火は本当に15分に1回ぐらい大きいのがあって、うん、そのちゃんと噴煙がもく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 湧いてて、うん、で少しマグマがやっぱ見えてっていうのが、うんうん、やっぱあれたまらなかったね、あれかっこよかった本当に。その一緒に来ていたそのスマイリートリップさんがいたから本当に一緒に俺たちはずっと日本人同士で一緒に楽しくできたし、そのスペインとグアテマラのカップルもすごいいい人たちだったんだよね、うん、陽気だった。そうそう、だからすごいメンバーに恵まれてたから終始楽しかったよね、うん、でものすごいやっぱ綺麗な景色にうっとりみんな見とれてたんだけど、ガイドさんがもうそろそろ帰んないと帰る時間が間に合わなくなるから急げっていう感じで降りるぞって言ったんだけど、そのルートがめちゃめちゃハードだったんだよね。登る時には通れないようなほんと砂利の道で、うん、そこをなんかみんな駆け抜けていくんだよね。そうそうそう、めちゃめちゃ急なんですよ本当に。これから下山します。すごいね、雲が綺麗。頑張ってください。この急な坂降りてます。杖ついてるけど絶景。おお、めっちゃ急。おお、すごい。地下道。おお、みんな滑り降りてます。おお、おお、おお。おい。大丈夫ですか？で、そのルートを下ってキャンプサイトまで戻って、そこで朝ごはんを食べて、そこから本当に下山をするっていう感じで、うん、下山したらもうあとはアンティグアの町までバンに乗って帰ってきておしまいって感じだったよね。そうだね、うん、いやでもね、1泊2日にしてはもう思い出がいっぱいありすぎる。そうだよね、本当に夕日も綺麗だったし、うん、夜も綺麗だったし、うん、ご飯も結構キャンプファイヤーと楽しかったし、うん、全部楽しかったよね。いやもうでもやっぱり景色もやっぱ良かったけど、やっぱメンバーに恵まれたよね、うん、なんかこの今回行った6人、その僕たちと、まあ、日本人のカップルのスマイリートリップさんと、そのグアテマラスペイン人のカップル、うん、みんないい人たちだったから、うん、そのキャンプ中も楽しかったし、うん、朝日夕日もあんな綺麗なのをみんなで一緒に共有できて本当俺は嬉しかった。うん、楽しかったよ、ね、楽しかった、ね、もうみんなのおかげで本当いい思い出が増えたなって感じがする。だから楽しかったからこそ本当に Vlog にまとめたかったのにデータなくてすっごい楽しかった。いやー本当ね、これはマジで悔しくて、本当有料のアプリとかも購入して、その復旧作業とかもものすごいやって、この1ヶ月ぐらいずっとやってたよね。ずっとやってた。なんとか
戻らないのかなと思ったんですけど、やっぱ多分消したデータが古すぎてやっぱ帰ってこなかったね。ねえ、まあ残念だけどこうやって話してね、振り返られたりとか写真とかがあったから楽しい思い出はなくならないということで、うんうん、そうだね。あとまあスマイリートリップさんにちょっと動画とかをね貸していただいたんで、うん、まあそういうのがあったから、まあこうやって一つのね思い出を振り返られるっていうのはまあありがたいね。うん、まあちょっと最後になりますけど、本当に赤手南国ツアー良かったね。うん、良かった。いやもうあの火山が忘れられない、うんうん、もうあんなに活発に噴火するのを見るとやっぱ地球ってすごいなって本当に思ったね。あれはなんか本当特撮みたいにバーンって爆発するけど、うん、あれが本当に自然の現象で起きてるって思うとね、すごいもの見てるなって思ったよね、ずっと。いやー俺あれグアテマラ本当にすごいなって思った、うん、もうもしあの今後グアテマラにまた行くよっていう方がいればぜひ赤手南国ツアー行ってみてください。もう絶対感動すると思います。次の動画でグアテマラ最後の動画になるんですけど、アンティグアの街に戻ってもう一回街歩き Vlog をお届けしたいと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。これが世界一美しいマックです。次回は花祭りで華やかに彩られた古都アンティグアを街歩き、見るだけで楽しいポップなグアテマラ土産、アンティグアらしい観光スポットを大満喫。丘の上から見下ろした街が天気も良くて超絶景。グアテマラ最終回もお楽しみに。